イージスシステム搭載艦計画が徐々に姿を表しています。今回はこのスーパーイージス艦建造計画について詳しく見ていきますね。最強の盾は世界でなんとアメリカに次いで第2位との噂も、中国はがたいだけで中身が整っていませんよね。少子化対策盛り込み AI スーパーイージス艦だよね。昨年2022年は日本を取り巻く安全保障環境の悪化がまざまざと実感された年であり、北朝鮮による各種のミサイルの発射、ウクライナへの侵攻を続けるロシア、台湾への軍事侵攻を匂わす中国など埋挙に暇がない。そうした時局を反映して、今年2023年度からの防衛予算は、これまでの最高額を更新し、およそ6兆8219億円まで積み増され、また、その中身についても改定され閣議決定された安保関連3文書をもとに、装備の導入が進められる状況にある。そうした2023年度の防衛予算の中でも注目を集めているものの一つが、2020年6月に急遽導入が中止されたミサイル防衛システムであるイージス・アショアの代替策であり、それを艦艇に搭載するという施策である。イージス・アショアは、北は秋田県、南は山口県の陸上自衛隊の所有地に配備を行うことで、日本列島全体をカバーする弾道ミサイル防衛システムを実現することができるとして、非常に有効な対空防御能力の向上が打ち出されたものだった。しかし、イージス・アショアの配備に向けた準備が進む中で、そのミサイル本体のブースター部分の落下地点の制御が、そのままでは困難な事実が発覚、その制御のためのシステムの改修にかかる時間、コストの点から、導入の中止が決定された。そのため、その後の検討で、イージス・アショア用に調達予定であった、スパイ、セブンレーダーと、その本体発射機等をそのまま流用し、新造する2隻の艦艇に搭載するという、代案が確定され、一般的には、イージスシステム搭載艦と呼ばれ、広く知られる存在となっている。2022年の夏時期までは、このイージスシステム搭載艦の規模が、排水量で2万トン超級の大型艦となり、イージス・アショアで使用される予定であった迎撃ミサイルに加え、新たに対艦、対地攻撃用の兵装も装備するとの説が浮上した。この超大型のイージスシステム搭載艦の案は、数多くの実用的ではなく、現実味に乏しいとの批判にもさらされることとなり、その後は、現有するイージス護衛艦に準じると修正されたため、満載排水量で1万トンクラスに落ち着いた。そして、迎えた2023年の防衛予算においては、イージスシステム搭載艦にまつわる費用として、約2208億円が投じられることが示され、それは、2隻のイージスシステム搭載艦への CEC、共同抗戦能力関連や、機関部の取得に充てられるという。ただし、イージスシステム搭載艦の使用は、現時点においては、他のイージス護衛艦に準じるという以外、他に基準となる数値は、未だ示されていないため、その機関部についても、どのような形式のものを想定しているのかは、よくわからない。ちなみに、海上自衛隊で、最新鋭のイージス護衛艦といえばマヤ型であり、それは、基準排水量が8200トン、満載排水量が1250トン、全長が 170.0 メートル、最大幅が 21.0 メートル、深さが 12.0 メートルという規模感である。そして、マヤ型護衛艦の機関部には、コグラグ方式が採用されており、これは、複数のガスタービンエンジンと発電機を組み合わせたもので、停職時には、専用のガスタービンエンジンで、モーターを駆動、高速時には、
別のガスタービンエンジンを使用する形式だ。マヤ型護衛艦には、各2機のガスタービンエンジンと発電機が搭載されており、満載排水量で1万トンを超す大柄な艦隊を、最高速度で30ノットに達する高速航行を可能としており、燃費と速力の両立を図っている。しかし、弾道ミサイル防衛を主眼とするイージスシステム搭載艦の場合、マヤ型護衛艦ほどの高速性能は不要であると考えられるため、そこまで高度で、コスト的にも高価なコグラグ方式が採用される可能性は低いのではないと思われる。ただし、機関部の取得費用が2023年度の予算に盛り込まれたということは、すでに大まかなサイズや仕様は固められていることを意味していると思われるので、また、近日中には具体的なそれらの数値が報じられることになるのだろう。さて、マヤ型護衛艦は、海上自衛隊の艦艇としては、初めて CEC、共同抗戦能力を与えられたことでも知られてるが、この仕組みが、今回のイージスシステム搭載艦にも搭載される予定であることにも、一部からは注目が集まっている。CEC、共同抗戦能力とは、アメリカ海軍によって、具現化されている戦闘の概念であり、各種の火器の射撃管制に必要な敵目標の情報を友軍内部で即時共有し、その全体で敵目標の排除を行う能力を持たせるという考えである。すでにあった戦術上のデータリンクをさらに推し進めた先にあるものが CEC、共同抗戦能力であり、これは友軍内の高度な探知能力を保有するイージス艦や航空機の複数から、もたらされる情報を即時に共有するものとなっている。これにより、個別のイージス艦や航空機では把握できない敵目標についても対処することが可能となり、戸艦では水平戦闘によって探知できない位置へも搭載する兵装を使用しての攻撃が可能となることを目的としている。2022年11月にアメリカのハワイの周辺海域において、マヤ型護衛艦の一番艦、マヤは、次艦がレーダー等から入手した情報を、この CEC、共同抗戦能力を使用して、2番艦のハグロに伝えることに、見事成功している。こうした CEC、共同抗戦能力を用いての敵目標への攻撃は、EOR、エンゲージオブリモートと呼称されているもので、先の例では、マヤが迎撃ミサイルである SM-3 ブロッカ2の発射を始めていったことも特筆される。この時に、マヤから発射された SM-3 ブロッカ2は、見事に目標の迎撃に成功し、また、ハグロム多ミサイルを発射、命中を成功させており、イージ護衛艦8隻体制による日本の上空のミサイル防衛が強化されたことを内外に示した。それでも、これらイージス護衛艦だけではなくイージスシステム搭載艦が新規に建造される理由は、他の用途にも使用可能な汎用性を持つ前者をミサイル防衛という非常に限定された用途にのみ従事させることを回避させたいためである。もともとのイージス・アショアの構想では、これが陸上に設置される形式のシステムであることから、2箇所に配備するだけで、365日、24時間体制で、日本列島全域のミサイル防衛が可能になるというのが、導入の最大の理由だった。これが、艦艇で、その機能を代替しようとする場合、どうしても、艦自体の整備やメンテナンスが必要となるため、2隻で、同じような体制を構築することは困難であり、それを踏まえたバッファとしての隻数が必須となってくる。実は、今回の2023年度からの防衛費の増額によって、イージスシステム搭載艦を2隻新造するだけでなく、
イージス護衛艦も、さらに、2隻増として、10隻体制に増強することが盛り込まれており、全体の増強が基とされている。さらに言えば、日本のミサイル防衛システムといえば、北朝鮮のミサイルに備えた装備であるとの認識が強いと感じられるが、イージスシステム搭載艦やイージス護衛艦ともに、今後派より、対中国を念頭に置いた展開が込められているのだろう。イージスシステム搭載艦は、当初に想定されたイージス・アショアの代替という目的の他に、昨今では、十二式地対艦誘導弾の能力向上型の艦発型等の対艦、対地兵装の追加も示唆されており、イージス護衛艦を、超 LVLS、垂直発射艦の装備も検討されている模様だ。